就活中の北大生です。何を最優先に企業を決めるべきだと思いますか。北海道に居続けられることじゃないですかね。北海道にいる人って当たり前だと思ってるんですけど、どこの店に行っても飯がうまいっていうのと、あと家あったかい、そして広い、なのでお金貯まりやすいんですよね。本当にしょうもない居酒屋とか行っても北海道って飯うまいんですよね。魚介類とかって寒ければ寒いほどその脂が乗ってるので、適当に取った魚が美味しいんですよ。でまあ、牛とか農産物とかめちゃめちゃ育ってるので安く手に入って、でその輸送コストもそんなにかかんないので安く食えるし、で日も日数もそんなに経ってないので美味しいものが新鮮なものが食えるっていうのがあって、でしかも土地が広いから家賃安いので家広いんですよね。そのメリットがあるのを北海道の人は実は気づいてなかったりするんですよ。で、北海道の人が東京に冬来るときに言うのは、東京は寒いって言うんですよね。東京の人ってその電車に乗ったり歩いたりするから外歩く機会があってめっちゃ寒いんですけど、北海道の人って外歩かないんですよ。まあ、札幌は別ですけど大体車移動なんで、っていうのがあるので、実はその北海道ってその二重窓だし暖房入れれば別に寒さとか関係ないよねっていうのがあるので、なのでその北海道の良さっていうのは実は気づいてない可能性があるので、北海道にいた方が幸せなんじゃないかなと思います。ゴキブリもいないしね、はい。